自殺島は、森常寿による日本の漫画、ヤングアニマルにて、2008年22号から2016年、No.17 まで連載された。単行本は14巻までのレーベルは、ジェッツコミックスで、15巻以降は、ヤングアニマルコミックスでの刊行となる。日本近海の孤島を舞台に、政府によりこの島に送り込まれた、自殺未遂常習者たちが、命の意味と向き合いながら生きていく物語である。作中では、食料を確保するため、登場人物たちが狩猟採集をする姿が描かれており、前作、ホーリランドと同様に、作者の経験を交えながら図解付きで、サバイバルに関する説明がなされている。森常寿は、実際に何度も南の島に足を運んで、海で月漁をしたり、京都で漁師と一緒に山に入ったりしており、その時の経験があるから、狩りのシーンも自信を持って描けたと語っている。続編として、前日譚にあたる、無法島が、同誌の2019年No.4より連載中。主人公性は、自殺未遂を繰り返した末に、生きる義務を放棄した意思を示す書類にサインをする。病院のベッドの上で意識を失った性は、目が覚めた時、自分がまだ生きており、そして自分と同じ未遂者たちが、周囲に何人もいることに気づく。そして、ここが自殺を繰り返す、常習指定者が送り込まれる島、自殺島であることを知る。その直後、未遂者たちは飛び降り自殺をする瞬間と死に損ねた、もののおぞましい姿を目の当たりにし、一時自殺することを踏みとどまる。死ねなければ生きるしかない彼らのサバイバルが始まる。なおの出産を通して、生は生きる意味を、命のバトンをつないでいくことだと理解し、自殺はいけないことだと確信する。幽閉していた、貝の口車に乗せられ、猟が刺されて死亡。リブが、人質に取られてしまう。開けた平野で生きるを紐でつないだ上で武器を捨てて、投降することを迫られる生だったが、そこを偶然通りかかった、先住民の助けを得て、おとりとなってもらい、射程内に近づいて、弓を射て、貝を殺害し、リブを助け出す。その後、自殺島は、政府の特別自治区見直しにより解放され、生きるの島と改名、特別自治を保ったまま未遂者などの社会復帰プログラムに活用されることになり、物語は幕を閉じる。この作品中の日本は、国民は ID によって政府に管理されており、その ID が剥奪されるということは、日本国民としての権利と義務を失うことを意味している。舞台は、基本的に島の内部とその周辺の海域に限定されており、日本本土での様子は、登場人物の過去の回想、または、凶悪犯罪が増加している、自殺者が急増しているが彼らを支援し、立ち直らせるための予算が不足してきているなど、伝聞や噂の形でのみ語られている。何人もの自殺未遂の常習者たちが送り込まれた、孤島。家屋や、廃校舎、生活物資など、かつて人が住んでいた形跡があるが、従来の住民は、すでに残っていない様子である。家屋の中には何体もの白骨死体が残されており、山中にも自殺したと思われる死体が発見された。自然に囲まれており、多くの草木や動物が生息し、食用に適した果実なども自生している。天敵がいないためか、鹿の数も多く、イノシシによる農作物の食害も発生している。島の住人が飼っていたらしい鳥などの家畜も生息し、20歳だった場所から残された農作物が発見されることもある。生たちが住む島の北西に小さな離島があり、そこには野生化したヤギの群れが生息しており、捕食者のいない環境で増えすぎたヤギによって、離島の植生は食べ尽くされそうになっていた。政府の人間によって建てられたと、おぼしき看板に、この島に送り込まれた者たちは ID を剥奪されて、国民としての権利と義務を失ったことと、この島と周囲の近海 1km 以内より外に出ることを禁じる旨が書かれている。日本近海にあるようだが、正確な位置や透明は不明。狩猟のために山に入った生が出会った男の話によると、この島はかつては凶悪犯たちが送り込まれ、お互いに殺し合いをした、無法島であったという。なお、自殺島の存在は政府によって隠蔽されているが、本土ではネット上の噂として知られている。自殺島マップに描かれた地図が八丈島と八丈小島にそっくりと言われている。本作では名前がわからない人物、明かされていない人物が存在する。本項では名前が明らかになっている人物のみ紹介する。無法島に関するカテゴリー。ありがとうございます。